ラジオネームおはよう金曜日原案、加賀屋の自由律俳句ミニコント。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客様何名様でしょうか。少々お待ちください。加賀屋さんすいません。どうした。テーブル別々でいいから、その25人いけるかって。25名様いけますかね。厨房一人だぞ、いけるわけねえだろ。すいません、すぐ謝ってきます。俺じゃなかったらな。え、3番テーブルと6番テーブルに77で、5番がもうすぐお会計だから、そこ片付ける準備。はい。大皿料理が8が出るから最優先で洗って。はい。チャーハン20人前はもう作り始めちゃうから最速でご案内。了解しました。くっそ、重てえなチャーハンこの野郎。財産笑ってる。ああ、めんどくせえ。急いでるのに楽しそう。加賀屋の鶴の間。こんばんは、岡山県出身、加賀屋の加賀翔です。今週もよう一週間頑張りんさったね。男の神だ。加賀屋の鶴の間で今週もゆっくり休んでいきんさいね。男の神だ。最近考えることがあるんだけどね。なんだろう。初対面の人との会話の時とか、なんかインタビューの中で、その人のそのパーソナリティを知る質問というか、そういうのでよく言われる質問で、初めて買った CD なんですかみたいな質問あるじゃん。あ、確かにありますね。でその質問ね、おかみすごいいいなと思ってて、一人称おかみなんだ。おかみすごいいいなと思ってて、それに代わる質問なんか新しく考えたいなと思って考えたのが、おかみ的には、初めて UFO キャッチャーで取った景品って何ですか。この質問がなんか結構盛り上がるんじゃないかなと思うんだけどね。ちなみにおかみが取った初めての景品はガラスでできたメタルスライムです。加賀屋の鶴の間、第91回スタートしました。加賀屋の加谷宗也です。ハッシュタグ加賀屋の鶴の間でも感想などたくさんつぶやいてくださいということで始まりました。マジで本末転倒じゃん。ガラスでできたメタルスライムって、ガラススライムだからそのメタルスライムじゃないよ多分。でもあるじゃんあれ、あるけどね。スライム、スライムベス、ベホマスライムとかね、あるけど、めちゃくちゃ欲しかったじゃん小学校の時とか。ああいうの、まあね、わかるけど、途中ユッティさんみたいになってたよ。ユッティさんみたいになってた。ユッティこないだって言ってたよ、うん、言ってた、うん、言っていいこないだって言ってた、うん、多分。いや今週からですね、はい、なんと、静岡 SBS ラジオでもネットしていただきまして、静岡の方にもお聞きいただけるようになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやすごい、これは嬉しいね。 SBS ラジオでは日曜深夜1時ですからね。いや、いい時間だね。もうジャンクまあほぼまあ時間帯的にはそうだね。平日ではないけれども結構聞いてくれる人もいる。日曜はないからね。そうそうそう、すごいですよ。僕もそのこの間そのさらばの森田さんと一緒に番組やらせてもらって、お笑い熱が熱いっていうね。静岡はね、それはすごいあって、すごいキャスティングで森田さんがと犬で、その犬の声が加賀屋の加谷っていう、すごいキャスティングでそれで成立するっていう、それが素晴らしいというか、加谷のお父さんがそもそもね静岡住んでるわけだから。そう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 、そうね、めちゃめちゃ離婚して、めちゃめちゃ離婚した、うん、めちゃめちゃ離婚、そうめちゃめちゃ離婚した中学の時に、離婚したお父さんが静岡にずっと住んでるから、ね、いいね、嬉しいね。お父さんも聞けるっていうのは嬉しいですね。そう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 、めちゃくちゃ嬉しいですよ、はいはい、今日はまあちょっと先週もちょっとちらっと話しましたけど、ダウ9万、面白いよねっていうような話になって、で、ね、旅館じゃないんだからさっていうね、あの第2回単独公演、ね、ダウ9万終わりまして、そうです、翌日に、今蓮見くんが今日ここに来てくれております。ありがとうございます。飛び入りゲスト、ね、飛び入りゲストっていうのかな、挨拶だけ、ダウ9万蓮見です。いや嬉しいですね。いや本当にダウ9万っていうね、面白コントグループの、いやそう本当にただ本当に、ね、話したくて、その話したくてっていうか、今日一日その、まあ千秋楽終わってね、公演落ち着いたら、まあちょっと話したいねというか、ご飯食べ行きたいねみたいなことを言ってて、はいはいはい、ね、ちょっとねゴッホ展に行ったりして、はい、あ一緒に行ったんだ、はい、ちょっとかっこいいとこ見せたいじゃないですか。あなるほど、ね、かっこいいとこで加賀さん普段どこを遊びに行ったりするんだろう。そうそうそう、俺は美術展にも行くよってゴッホとか見るよって見るよとか、そういう、まあ、ゴッホ日本に来てるんだって言って、ビフォートークのおじさん言った人は分かると思うけど、ビフォートークのかやらしいかやじゃん何目線で言ってるんだ、言われて気づいたわ俺そんなこと言ってるんだよね普段俺って。でもね、そのてるんだっつって、ちょっとね、ハジ君と二人でね、その焼肉行きました。行ったりして、いいね、俺も人生で2回目、2回目叙々苑え連れてっていただきました。マジっすか、マジそう
かなか俺これから一人ずつ連れてくから一人ずつダウ9万を、うん、やばいことになりそうだけど大丈夫、うん、みんなに美味しいもん食べてほしいからまあまあそれは思うけどさ、うん、ああそうなんだなるほど、ね、そうでね、まあ、行って五保店行ってさ蓮見君にさ、うん、まあその美術展行ったりするみたいな誘われて行ったらですねみたいな感じで、はいはいはい、いいよねみたいな、うん、ゴッホとかねあんまりねこうやって3ヶ月も展示できるのとかすごいよねとか言って、うんうん、なんかいろいろあこの線とかこの色の時は多分あれ後半だよねみたいな後期だよねみたいな、うん、だから初期の頃はやっぱり暗い色が多いよね悲しいのとか多いよねってだいぶそんな結構、ね、話をしてたらまあ俺別に普通に好きだからね、普通に美術展とか行ったりするしなるほど、ね、中盤くらいの時にね、うん、俺がさ足つってさえちょっとごめんって言い出して俺あっつって俺ちょっとごめん足つったわっつってダサー、美術館連れて行った先輩が途中で足つる弱体いや違うね体弱え普段散歩とかしてるのなんだしてるいっぱい人よりしてるよ、うん、え大事なとこで、うんうん、そうちょっと痛いちょっと待ってっつってその場でね止まったのよでも足つってる時って結構簡単に治るからさ簡単に治るからまあ骨折がある、ねね、あるじゃん、うん、あるあるでそれをやって、うん、ねまあ30秒くらいじっとしてて、うん、間繋ごうとしてさそつってるくせに足つってるやつかつってるくせに蓮見くんにね、まあ、微妙な空気だよねそうね、そうね、先輩がつってるなんてないから足つったことをね足つったら時にさもう結構しんどくてさ痛いよねみたいなこと蓮見くんに言ったらさ蓮見くんなんて言ってたっけさっき俺足つったことないんすよマジでさ気持ち分かんなくて気持ち分かんなくてないんすよって言われてめっちゃ出せるからほんでよほんでちょっとあダメだってなってダメだってなってダメだってなっちゃダメなのよ後輩美術館に連れてってる時は一応ある椅子みたいなのあるじゃないですか一応ある椅子別に誰も座らない誰も座らないおじいちゃんいや座るとしてもおじいちゃんおばあちゃんとかね年配の方が座るところある休憩にそこ腰掛けて、うん、靴脱いで史上最年少じゃないっすよ腰掛けなくてマジで分かんないけど最悪しかも5本指ソックス履いてて俺さ足つってさ靴脱いだら5本指ソックス履いててさこいつクソジジイやんねちょっとカッコつかないねそれはそせっかくゴッホ展連れてっていろいろあだこうだ言ってたの初期がどうとか中期がどうとか、うん、もうその10分間ぐらいずっともう立てなくて10分立てなくて交代じゃんもう交代させられるマジでマジでいっつって言ってたらさなんでこのタイミングで行くんだろうね言ってたらさあの、うん、ゴッホ展閉館30分前となっておりますお早めにお願いしますって言われしょ、オッケー、大丈夫、大丈夫、大丈夫だって歩き始めて、蓮見くんにはお全然大丈夫、もう大丈夫、もう良くなったからって言ってたけどずっとつったままずっとつったまま飲んなかったんだそうなんでそれそうてかもうマジで最悪最近全然うまくいってなくて本当に本当に全然うまくいってなくて今日本当にねカッコつけたかったんだけどカッコつかなくてさそうよ徐々にもう、ね、そうして、うん、なんか全然うまくいかなくてこの間東直子先生、うん、短歌のね、うん、東直子さん、うん、よくしていただいてて、うん、東直子さんと小島直さんっていう短歌の人とお散歩するっていう感じになって、はい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 、ちょっとお笑い好きだからさお二人ともお笑い好きだから、うん、ちょっと、まあ、短歌のことで伺いたいこともあったから、はいはい、加賀さんのよく行くところでいいですよって言ってくれたから、はい、俺公園好きだからさ、はい、公園行きましょう、はい、ちょっと封鎖されてるんですけど、はい、そのコロナの関係でお花見じゃな、ね、行こうというかそのレジャーシート引けないようになってて、うん、つって行ったらさ、うん、なんか封鎖が解除されててあへーあーそうなんだめっちゃいい池があるから、うん、噴水とかも上がるような綺麗な池があるから、うん、そこ行きましょうっっあなるほどから提案して、うんうん、連れてったらさ、うんマジ4ヶ月くらい放置されてたからさ、うん、もう汚いの浮きまくってここですっつって案内してどうぞここです僕がここ、うん、ここが僕のプリントブレイクですマジでブワーってカラス飛んできてカラス飛んできてよ、そのね小島さんに私全然カラスとか嫌いじゃないですよって言わせてうわーやだうわそれやだね
ホストとして最悪じゃん。最悪。めっちゃミスって。いいね、それもまた。そう、最近全然うまくいかなくてさ。おもてなしが全然うまくいかないんだ。嫌いになってない？大丈夫？大丈夫、大丈夫。大丈夫？だもう絵は一枚も覚えてない。そうだよね。ないよね、言っても。いや、初めてです。先輩とかにさ、うん、連れてってもらうみたいな。ないですね。そもそもその先輩と絡むことまずなかったんで、うんうん、そうだよね。今ね、いくつだっけ。今24です。24ね、はい、大学卒業して卒業して2年経って、うん、本当初めてこうご飯連れてもらった先輩、うんうん、で遊び行こうっつって、はい、うん、美術館行こうっつって、いや、なんか年取ったらみんなこうなんのかな。4歳差くらい。そうなんですよ。いや、その意外と早いんだって思わせちゃったなと思って、その体がガタくるのって早いんだって思わせちゃった。そっか、ね、恥ずかしいんだけどさ、こんなタイミングで言うことじゃないんだけどさ、めっちゃおしっこ行きたいんだよね。やばっ。水とかついてるからさ、水の無理多いなとかって思って、めっちゃ水飲んだから。おしっこ行きたい。ちょっといいですか、ちょっといい。前代未聞のね。前代未聞よ。本当に。いや、マジで本当に。川さんがお手洗いに行きました。うん、行きました。正直どうでした今日。いや、なんか本当になんか、マジのマジの話、美術館なんで、うん、その今このやっぱラジオだから普通のボリュームで喋るじゃないですか、うん、でもあの大きい声で喋っちゃいけないじゃないですか、うん、そうね、だから本当にすっごいちっちゃい声で、うん、アスタアスタアスタってなって、アスタアスタってなって、でゆっくり本当ゆっくりその先見ててって言った。それ見てさすがにどう思った？それ見て、ね、びっくりするじゃん。小田さんの印象どう？それでマジで、でも俺本当に、うん、本当に加賀谷さんずっと好きで。そうだよね、言ってくれてるよ、ね、だから超嬉しいんですよ。そのあ、まあ、ファンの人っていっぱいいて、うん、でその、うん、コントとか見て、うん、俺も同じこと思うって思う人が、うん、この世にめちゃくちゃいるじゃないですか、うん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 、でその中の一人がたまたまここに来れてるってすごいなんか嬉しいんですよ、やっぱり。それは努力あってのことだと思うけど、相性がいいのかもなみたいなことをファンの人って思うじゃないですか、はいはい、で本当にもしかしたらいいのかもしれないってとこまでこう来れて、うんうん、めちゃくちゃ嬉しい。そう、ね、でその加賀さんに、うん、美術展連れてもらって、うん、ゴッホを一緒に見てて、うん、でしかもなんかちょっとゴッホ詳しいみたいな感じで一緒にこう二人で歩いてたら、うん、急に立ち止まって、うん、パッと見たら靴脱いでて、うん、先見ててって言われたら、うん、なんかもう、どうよ、気持ちぐちゃぐちゃになって。いや、そうだよね。ね、どう言っていいかね、わかんないよね、それは。俺もゾッとするの、ちょっと。ゾッとする。ちょっとゾッとする。ググってました、その、うん、足つったスペース直し方で、ググってる。ずっと母さんがこうググってるのを横で座って見てる状態なんですけど。なんだこれ、つって。そしたらもう、早く帰ってくださいってね、アナウンスが。あ、母さん帰ってきた。すいません。感情ぐちゃぐちゃっていうのだけ聞こえてきた。いや、思いをいろいろ聞きましたよ。ちょっと正直な話で。はすみくんはさ、その先週のゴッドタンとか見た？あ、見ました見ました。あ、見た。先週先々週も見ました。2週分ちゃんと見ました。見た。あ、そっか、じゃあカッコつけらんない。俺最近すごい言われて、うん、その結構ね、うん、現場現場で、うん、そのことについて言われる、おちんちん関係のことについて、うん、その言われるんだけど、うんうんうん、結構そのなんだろう、最初からそんな感じになかったのに、前なんかすごい上から来られてる感じがね、すごいするんですよ。それを踏まえてそのね、そのおちんちんのすごいなと思って、その、うん、おちんちんのその階級、真の階級差っていうのはその根強いものがあるんだなっていう、イケイケな人ほどすごい言ってくるのね。なるほどね。そう、面白かったですよと言ってくれるんだけど、うん、ずっと半笑いみたいな、うん、あれねみたいな、あれねみたいな、どうですかみたいな、すごい。でも確かに、うん、東直子さんと小島奈緒さんも見たって言ってた。あ、見た。だから短歌会にも加谷さんが新郎なのが伝わる。いや、短歌の世界にも多分、まあ、もうちょっとしたら本村博さんとかにも、いや、伝わるっていう話でもないけど、恥ずかしいよな。やば
っぱりこれはベタに恥ずかしいんですよ。こんな経験ないでしょ皆さん、その業界視聴率ナンバーワンの番組で包茎って言われる。すごい。だって言われる。こんな経験ね、あんまりスタッフさんが全員知ってるんですよ。だから感動したよ、でも本当にね、うん、そう、誇らしい、誇らしい、うん、誇らしい、誇らしいから、うん、いや俺はね、やっぱりみんな見てくれてるっていう嬉しさはあるけど、うん、どうしてもやっぱり恥ずかしさがすごいある。あるんだよ、本当にこれね、どうにかその芸人さんだっていうの分かってる自分が、うん、で、喜ばしいことっていうのも、うん、喜ばしいことっていうか、その注目させてもらうのもよくもあるのも、すごいことっていうのは分かるけど、うん、やっぱり思われたくなかったんだなっていう、そのバレたくなかったんだっていう、うん、OK というか、そうね、そうね、お父さんも聞けるようになって初の静岡で放送が始まりだした、言っちゃった、俺から言っちゃったし、しかも、いや、いつまでも可愛い息子やないと思うよ、うん、いや、そうよ、いや、ほんまそうか、自由律俳句。このコーナーでは私加賀の趣味である自由律俳句をみんなで味わいます。自由律俳句とはリズムや季語、決まった文体などのルールがない俳句です。はい、はい、皆さんから募集した自由律俳句をどんどん読んでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。じゃあ蓮見くんも、はい、あ、はい、どうぞどうぞ。蓮見くん、自由律俳句とかは知ってたりする？あ、知ってます、知ってます。知ってるんだ。それこそなんか雑誌で、うん、エロ自由律俳句みたいな、おー、クイックジャパン、あれめちゃくちゃ応募しました。白竹さんと香川がやってるやつ、やってるやつか、そうそう、一個も採用されなかったですけど、はい、あ、採用されなかったんだ、一個も採用されなかった、うわ、なるほどな、俺が休んじゃったからね、うん、そうやっと集まったっていうところで俺が休んじゃって、そうそう、確かそうだ、そう、その時に送ってるかもしれないです。あ、なるほどね、はい、流れちゃってて今ね、やりたい、最終回ね、最終回やりたいですけどね、うん、応募したやつ、そっか、エロ自由律俳句送ってくれた、めちゃくちゃ送りました俺。確かに蓮見くん得意そう、ちょっと、うん、男女うまそうだから、ちょっとそれもねやりたいですね、ちょっとね、悩んでるということでいきます、はい、大阪府ラジオネームあんず博士さんの自由律俳句、その歌ラップあるよ、その歌ラップあるよ、そんな、うん、いや分かって入れてるんだよ、もちろんそこを見せたいんだから、この人は幅を見せたいんだから、えってなって、これ言われた瞬間のイントロでこれ言われたらもうおしまいですよ。その歌ラップあるよ、大丈夫、え、全然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 つるつもりだったのに、エンジョイ、音楽は鳴り続けるエンジョイ、届けたい夢のこと、いや、ほぼラップ、ほぼラップリアルフェイスとかね、リアルフェイスね、 JOKER KO 劇になるね、リアルフェイスそれ、結局あるよ、いいですね。続きまして、ラジオネームモリリンさんの自由律俳句、意識し合うロン毛たち、意識し合うロン毛たち、あの、これは分かります、これはよく見ますね、本当に僕だけなのかもしれないですけど、僕はすごい見ますね、本当に、意識しようロン毛たち、ロン毛ってやっぱ、うん、束ねたがるじゃないですか、いやそれ束ねるよ、だってその束ね方でさ、かっこいい人見たりしたらさ、うん、やっぱその加谷さんちょっとうってなりますもんね、そのうってなりますもんね、本当はさ、うん、上でくくりたいじゃん、あなた、あー、うん、あー、そういうことね、そうそうそう、でも、うん、住み分けみたいな言葉を使って、うん、後ろでくくるっていうスタンスを取ってるっていうね、う、本当は又吉さんみたいに横もバッてちゃんと決め、そう、僕がその、そうそうそう、ツーブロックをしない理由は、そのやっぱツーブロックの方いっぱいいらっしゃるから、そのままで行くっていうアイデンティティを持っていろいろあるんですよ、そのロン毛界隈ね、ウェット界隈とね、ウェット界隈で、そうそうそう、あるんですよ、いや、マテオさんめちゃくちゃかっこいいじゃん、かっこいいですよね、上でグッとやるやつ、うん、あれかっこいいんですよ、うん、あれ憧れあるんですけど、やっぱりね、かぶっちゃったら申し訳ないし、いや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 、いいよ別にかぶっても、そう、被ってもならないから、そうは、うんうん、いいですね、いろいろあるのよね、うんうん、でも、そうそう、又吉さん、ここで顔拭いたりしないけどね、袖でめちゃくちゃファンデーションついてるじゃん、うーわ、ほんとだ、うーわ、ほんとだ、
ふわ袖で T シャツの袖で顔拭いちゃうからファンデーションついちゃってる、メイクしたままやっちゃってる。見逃れできないじゃんこれいやこれでずっと歩いてたんだね今日ね。ずっと歩いてたわマジで野球したのかと思ってました。野球スライディングしたの、ヘッドスライディングした後じゃないですか。ヘッスラした後かと思った。ちゃんとね野球してヘッスラしてここに来てるわけじゃない違いますいいじゃん。ヘッスラしたから。ヘッスラしてねえわ。ここ汚れてる。胸のとこも汚れてる。ヘッスラしたから。いいですね。難しいヘッスラして。すみません。はいはい、続きまして、熊本県ラジオネーム嬉し涙じゃじゃ丸さんの自由律俳句、うん。箱を開けたら実家の香り。箱を開けたら実家の香り。これはまたいいじゃないですか。はい、いいですね。これはいいですね、はい、落ち着きますよね。落ち着きますよ、うん、みんな実家の匂いを思い出したんじゃないですか今。実家の匂いはあるよ ね。実家の匂いはある。はじめくんもね実家の匂いを思い出すよねこれね。ずっと実家なんですいませんごめんなさい実家で箱を開けてるだけ。そうだ実家で申し訳ない。全然違った。勝手にねみんな上京してるみたいなテンションだ。そうかそうか。いきます。続きまして、うん、ラジオネーム気がかり百個さんの自由律俳句、ジャンプの顔も暗い。ジャンプの顔も暗い、うん、このさ何十人の中のさ、うん、地味な子が頑張ってる姿をさ取り上げんなっていうね、うん、思いますよね。全体写真撮影みたいなところでみんなでジャンプしようぜみたいな、うん、ちょっとそういうことしない子もジャンプとかね、うん、練習競争するけども、うん、ジャンプしても暗いっていう。そんなほっとけよっていうね。でもこの子もこんなね、その合わせるんだったら最後まで合わせた方が良かったねっていうね、うバレないようにした方が良かったねっていう。でもジャンプしたことを褒めてあげてほしいよねっていう。本当そうだよね、はい、よくジャンプしてくれたよねっていうのもちょっと恥ずかしい。いやよくジャンプしてくれたよねこれね。いいですね。続きまして、はい、ラジオネームパスカさんの自由律俳句、ガムテープを切ったハサミだ。ガムテープを切ったハサミだ。いいですね、うん、いいですね。これは本当に、日常の名探偵。おい、うん、勝手にエンタ出さないでよ。日常名探偵パスカいいじゃん。なんかあるじゃん、その日々過ごしてて、うん、自分が粉になる瞬間というか、うん、ピーンってなる瞬間。そんな言ったらまだ温かいみたいなね。日常名探偵のコーナーだからそんなこと言ったらこれは全部自由に使えるね、うん、確かにだ。いいですね、ガムテープを切ったハサミたくさんありますよね。切ってないハサミもありますし、切ってないハサミ。いいですね。今日はこんなところですかね、はい、はい、今読んだ中からですねミニコントのヒントになる一句を選びまして来週番組冒頭で披露しますのでお楽しみに、はい、以上自由律俳句のコーナーでした。加賀屋の鶴の間、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。あっという間でしたね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。時間かったけど、ごめんなさい。いや、ありがとうございます。ゲストで、ダウキューマンのハスミさんに、はい、来て。本当はね、別に出てもらう、出てもらわないとか、ね、関係なかったんです。そうそうそう、単純に見に来てほしいっていう。見に来てほしいっていう、ね。見学のあれだったっていう。どうでした？いや、めちゃくちゃ楽しかったです。本当にありがとうございます。いやね、またちょっとダウの方のねラジオにもちょっと、いやもうぜひ、ぜひぜひ YouTube でちっちゃくやってるだけなんですけど、いやもうちょっと自分の口で音をやってたね。いやそれちっちゃいかよ、うん、いや稽古場で撮ってる。そうそうそう、普段はあの友達の家にちゃんと機材がある家で撮ってるから、うん、音楽とか入れてもらえるんですけど、うん、それが稽古場で撮ってるから、うん、今回はそれがないんでって言って、うん、そのオープニングテーマを俺が口ずさんでるっていうちっちゃいボケの話を今いやでも衝撃で僕らのね鶴の間も YouTube に後日アップされるの、はいはいはい、から、うん、それの音声を聞くときに、うん、間を待ってるんですよ。その、うん、音楽流れる予定のところを静かに黙ってるんですよ、うん、だから放送上は音楽流れてるけど、うん、YouTube だとそれが流れてないからちゃんと僕らでちゃん自分でね、うん、だから、うん、音やった方がいいなと思って、うん、だからそこはもう吸収していったというか、はずみくんはそので口でリズム言うくらいしかできないでしょ。うちボイパーできる人いるから。あ、そうなんですか。だからこれからは YouTube の音源合間、だから輝の鶴の間、ミニコント終わって、うん、加賀屋の鶴の間で言ったらブツブツブツ
スクスって言ってもらったらそれで YouTube っぽいですね。YouTube っぽい。YouTube っぽい。ボイパ入った。それで行きましょう。次から。これはマジですよ。マジでね、勉強になった。やっていきましょうよ、本当に。4人しかいないんだからね。ね。どうしますか、今週の鶴の魔性。そうですね、今週のいつもね、こうやって良かったメールをね、ちょっと鶴の魔性つって1つ選んでるんですけど。鶴の魔性でいいと思うんですけどね。今週はですね、無視されました。ダウ9万、旅館じゃないんだからお疲れ様賞ということでですね、ラジオネーム。男おかみから。男おかみからのプレゼントでございます。ラジオネーム、アンツ博士。ああ。その歌、ラップあるよ。これ面白かったね。いいですね。これ面白かった。いいですね。番組特製の鶴の巻キーホルダーを、はいはい、プレゼントします。これ告知。ダウの告知。ありがとうございます。ダウ9万第2回本公演の旅館じゃないんだからさが、配信がまだ、期間が残ってます。10月17日まで、ありますんで、はいはい、ダウ9万のツイッターなど、ピアライブストリームで見れますので、そちらでぜひよろしくお願いします。はい、必見必見、必見ですので見てください。皆さん、まあ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 普通に面白いんじゃないですかっていう感じだと思って見てもらったらいいですよね。まあまあそんなにね、そうそう、あんまりそうだね、普通に見てほしいですよね。これね、広島の方とか岡山ね、そうですね、広島、岡山、山口、いいタイミングで、そうですね、静岡で始まる、静岡お笑い好きな人も多いです、ぜひ配信なんで。たださっきアンズ博士大阪府だったけどね。大阪府すごい。確かにそうだな、ありがとう、本当にね、エリアフリーでね、すごいな。ありがとうございます、本当にいつも皆さん聞いてくださって と、ということですね、はい、全てのメールの宛先は kgy@rcc.net、 kgy@rcc.net です。読まれた方の中から抽選で私かやデザインの番組ステッカーをお送りします。欲しい方は住所、氏名、年齢、電話番号も書いて送ってください。お便りお待ちしております。加賀屋の鶴の間公式 YouTube チャンネルで収録のビフォートークなども配信しておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。以上、加賀屋の加賀翔と加谷宗也とダキュマハスミでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとう、急遽ごめんなさい。ありがとうございます、すみません、ありがとうございます。楽しかったです。まさかこんなに今日僕がいじられると思って